ラファール戦闘機36機を導入するとの発表をしたインドネシア。では、KF-21 はどうするのか、今回詳しく見ていきますね。第5世代なら、ラファールが性能とコストの面でも最強。韓国を信用しない方へ。方針を変えたんですよね。2021年6月10日にインドネシアの現地メディアであるエアスペースレビュー誌は、同国の戦闘機導入に関し、6月7日にフランス脱走者のラファール戦闘機を選択した模様だと報じた。このニュースが注目を集めているのは、先々月の4月9日に韓国航空宇宙産業 KAI がインドネシアと共同開発を進めていた KF ニポラメの試作1号機を大々的に発表したことの影響が大きい。韓国のこの KF-2 ニポラメは、いわゆる 4.5 世代と呼ばれる範疇に属する機体だが、機関部等を除き、レーダーセンサ類等のコアな部分も国産化を進めており、共同開発国にインドネシアも名を連ねていたからだ。KF ニポラメの総開発費は約8260億円に上るとされ、共同開発国となっていたインドネシアは、2016年時点ではそのうちの約2割を負担し、最大で総数48機の同機の調達に合意していた状態だった。インドネシアはこの KF-2 ニポラメ以外にも、韓国がドイツの209型潜水艦をライセンス生産したチャンポゴ級潜水艦をナーガパーサ級として3隻調達しており、韓国の武器輸出の最大の相手国とも見られていた。しかし、インドネシアでスビアント国防大臣が就任すると、こうした関係に亀裂が生じ始め、前述のナーガパーサ級3隻に追加予定だった3隻はキャンセルが濃厚、戦闘機も今回のような事態を迎えている。すでに2020年の12月には、フランスのトリビューン紙が、インドネシアは36機から48機の脱走ラファール戦闘機を調達する可能性があるとも報じており、今回のエアスペースレビュー誌の報道とも合致する内容だ。ただし、今回エアスペースレビュー誌は、脱走ラファール戦闘機の調達数を36機としており、最大数と予想されていた48機との12機の機体数の差が何を意味しているのかも気になる部分だろう。韓国との KF-2 ニポラメ戦闘機の共同開発においても、最大数は48機が想定されていたことから、今回のエアスペースレビュー誌の報道が正しい場合でも、別に12機相当の戦闘機調達もあり得るのかもしれない。実は、2021年5月時点でも、インドネシアは脱走ラファール以外にも、ヨーロッパのユーロファイタータイフーンやアメリカの F-16V、ブロック70-72、果ては F-15EX 等の検討が伝えられ、混沌としていた。この中では、F-16V、ブロック70-72を要するロッキード・マーチン社が、インドネシア向けに同機を輸出する承認をアメリカ政府から取り付けたと公表し、一躍最有力候補ではないかとの見方が増加した。個人的には、できるだけ安価で
それに見合う費用対効果の戦闘機を調達するために武器輸出国を天秤にかけて譲歩を引き出そうとしているオグニインドネシアの駆け引きのようにも思える。いずれにせよ脱走ラファール、ユーロファイタータイフーン、F-16V、ブロック70-72、F-15EX ともに 4.5 世代戦闘機として性能、実績ともに、すでに証明された機体であり、兵器としての信頼性は高い。それに比べれば、韓国の KF-2 ポラメは、現在製作中につき 4.5 世代機。プラスアルファだと標榜してはいるが、未知数の機体であり、正直前述の各戦闘機と比較した場合には、運用側の軍部は反対だったと思える。軍部からしてみれば、実績が豊富で実戦経験もある戦闘機を歓迎するのは当然のことであり、当初は政治的に韓国からの潜水艦や戦闘機調達を行っていたインドネシアがスビアント国防大臣によって逆に舵を切ったのだろう。その主な理由は、南シナ海への進出を加速させている中国に対抗するには潜水艦、戦闘機ともにもっと実戦的なものを調達して対峙するべきだという現実的な判断が働いたのではないかと個人的には思えてくる。そしてこれもあくまで個人的な予測であるが、脱走ラファールを36機調達した場合、前述したような12機の差分については戦闘爆撃機として重兵装が可能な F-15EX も調達する可能性が高いのではないだろうか。韓国側からしてみれば、契約、合意していたにもかかわらず、約束された分担金も滞納されたまま KF-2 ポラメの導入を補後にされることは、資金、生産数の両面から大打撃であることは間違いない。しかし、言葉は悪いが、インドネシアのような発展途上国でかつ、資金的にも余裕のない国を、自国の命運をかけた国産戦闘機開発のパートナーとした韓国の見識の低さが最大の問題だと言えるだろう。日本でも F2 戦闘機の代替となる次期戦闘機、いわゆる F3 について、日本のみの生産予定数のおよそ90機では、莫大な開発費を賄いきれないとして、与党自民党の一部からは、海外輸出を念頭に置く提言が出されている。しかし、韓国以上に武器輸出に実績のない日本から、わざわざ新型の戦闘機を調達したいと考える国があるだろうかと、その実現には甚だ懐疑的な見方しかできないように思える。脱走ラファールは、近年では、インドが36機、エジプトが54機、カタールが36機、ギリシャが18機の調達を決定するなど、好調に見えるが、2019年時点での総生産数は196機と多くはない点からも、それは明らかだ。